それでは文献紹介を始めます。今回はエフェクティブサーチスペースリダクションフォアスペルコレクションユージングキャラクターニューラルエンベッティングスということで、ACL の2017年に発表された文献です。概要としては、ニューラル文字埋め込みという、ニューラルキャラクターエンベッティングを使ってスペルを修正する手法を提案しました。それも従来との違いとしては、まず発音情報を取得していること、ちょっと僕が解釈しているのにちょっと違うかもしれないんですけど、発音情報を取得していることと、あとは編集距離におらず計算時間が非常に短いというのが特徴です。でまた、高い、正解率を得ていて、編集距離2以下では正解率 99% という非常に高精度な手法を提案しています。まずはじめにスペル修正とはどういうことなのかっていうのを簡単に、どういうところで使われているのかについて簡単に説明したいんですけど、スペル修正、皆さんよく使うとは思うんですが、例えば、Windows の Word、Office とか、あとはブラウザでも最近もしかして検索だとか、そういうのでブラウザ検索でも使われていますし、同じですね、あと検索エンジンでも使われています。ただこういった場合に、正しい綴りの単語辞書があって、それとこう、今入力した文字が正しいのか、それとも間違っている綴りなのかをこう見比べています。で従来手法としては、そういった、間違っているか合っているかの尺度として、レーベンシュタイン距離という編集距離を使っています。例えば2009年のこちらのノイジー、チャンネルモデルについては、スペルミスのある単語と辞書内の、正しい単語が入っている辞書内の全ての単語の、レーベンシュタイン距離というのを計算します。これは非常に計算時間が長くて、リアルタイム性がなかったというのが問題でした。日本語、韓国語では50万単語もあるので、一つの誤っているスペルミスの単語に対して50万個の単語を見比べないといけないという非常に問題が大きかったので、それに対しての改善案として、ある式位置以下の編集距離、例えば編集距離に2文字以内とか、そういった式位置を設けてあげて、それまでの全ての単語に対して正しい綴りに置き換えるという手法がありましたが、もちろん編集距離によりも大きいものに対しては、スペル修正が効かないのと、またやはり計算コストが高くてリアルタイム性がなかったというのが、従来手法の問題点でした。そこで今回の目的としては、まず高精度な探索空間手法について提案します。特に、特徴としては教師なし学習であることと、教師なし学習なので、例えば何か、何で言うんですかね、もともとの学習データがあまり必要ではないので、密語などに対してもある程度対応ができるということと、あと探索スペースを縮小することによって計算速度向上を目指します。まずはじめに提案手法の前処理なんですが、C2V マップというのを作成します。これは辞書に含まれる単語から発音情報、僕の解釈なんですけど、発音情報を取得します。どうやって取得するかというと、例えばこういった単語がある場合に母音と母音と子音で分けます。A と FF ということで、こう母音と子音がこう、続く箇所ごとに分けます。それに対してワード2ベックで発音情報を学習するためにスキップグラムを使って、TR、 この場合、TR こう適当に書いたんですけど、トレインという単語があったときに、これと同じようにして分割すると、子音の TR、 あと AI と N というふうに子音、母音、子音のなんていうんですかね、その区切りができます。それに対してこの TR が出た時の前後の単語にはどういったものが来るかという情報を学習してあげて、それに対して今のはこの正しい辞書を使って、正しい辞書の中にある単語の音声についてこういった学習をします。それに対してこういったような今そのできたベクトルをさらにもう一回元々の単語にベクトルで埋め込んであげます。それに、実際に使う場合には、その学習したモデルを利用して、単語辞書から構築して今の C2V マップという、ベクトルを利用して、実際のスペルミスのある単語に対して同じようにベクトルを割り振ります。でこのベクトルと先ほどの正しいベクトルの間で、最近、一番最も近いベクトルの単語を取得することによって高速に計算を行います。実験の概要です。単語辞書としては、これ正しい単語の入っている個数なんですけど、109,582語を収録している単語辞書を利用して、ビスベックスペルエラーコーパスというのを
テストデータとして使えます。こちらも109,805入っておりまして、中には編集距離15以上という非常に難しい単語も存在していました。評価指標としては正解率は、正しいスペルを推定した、正しいスペルを推定することができた単語数と、単語数を評価データ中の全単語数で割ったものを 100でかけてパーセンテージに直したものです。結果になります。 K というのが、周辺単語を見る数なんですが、5000の場合で N が次元数です。あ、逆かもしれないですね。ちょっと5000が次元数で N が周りの単語かもしれないんですけど、ちょっとそのあたりがすいません怪しいんですが、それにおいて正解率が 88.20% になっていました。この以下の表ですね、次元数を上げていったときにこのように正解率が変化していました。またここで最も大きな変更点としては、サンプルごとの計算時間が 0.052秒、非常に短くてリアルタイム性が得られたという話でした。また低次元においても非常に、若干正解率落ちているんですが、例えばこちらの場合で正解率が 88.20%、 これが100次元の時なんですが、それを25次元まで落としても 87% と、あまり次元によってそんなに正解率の差がなかったということがまた特徴的だったという話でした。最後にスペル修正のための探索手法について今回提案しました。また結果と、もう一つの結果なんですが、これはスペルミスした単語と正解単語とのレーベンシュタイン距離を取った時の2以下の単語の場合と3以下の単語の場合と4以下の単語の場合というふうにして場合分けしているんですが、その場合4以下の場合だと 94.72% なんですが、編集距離が2と3以下の場合だと97と99という非常に正解率の高い結果が得られました。ということで今回のこの手法を使うことで正解率も高く、また計算時間が非常に早いということが結果として得られました。またこれはスペルエラーのある単語を見つけた後の話なので、スペルエラーを見つけるための手法はまた別にいろんな手法があると思うんですが、それを自由に自分で選択できて、後段処理としてこれを組み込むだけで正解率が上がるというのがこの手法のすごいところだというふうに話されていました。また今回 C2V マップ作成のために子音と母音に分けてこのようにしてベクトルを作成しているんですが、こちらはこの著者の方の経験に基づく手法だそうで、また今後もしかしたらもっといい手法が見つかるかもしれないということで、今後さらなる改良を目指しているという話でした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。